といえばコーラっていうのがあるんです。コーラ、コーラ、うん、コーラっていうのはですね、あの貝殻ですね、今写真が出てますけれども、この、表と裏をこう当てるんですね。で、何人かでギャンブルだ、はい、これで結構お金をかけるような感じで、あの基本的に、うん、違法なんですけれども、1年に2回だけ合法の時があります。それは10月に2週間と11月に1週間のお祭りがありますので、うん、その期間にはコーラをやってもいいということになってるんですけれども、うんうん、結構みんなお金かけますので、お家ごと飛んでいったとかいう話もよく聞きますからね。あのコーラをやる男には絶対娘やらない。なるほど。ちなみにタボさんやったことあります？私は今まで一度もやったことないです。なるほどね。これね、津田さんね、まあ、日本にもその